思いました。それでは改めてご紹介させていただきます。データ解析政策研究室長の林と申します。林よりは研究力の新たな側面ということで発表させていただきます。まず本発表全体の背景と概要についてご説明申し上げます。今回は研究力というテーマでテレビセミナーが行われておりますけれども、その定量的な研究評価っていうのは未だ発展途上であります。研究インパクト計量というのは論文と引用数を中心に一定の成果が出て、デジタル化で進歩しているんですけれども、それでも評価にどう生かすかは未だに議論の途上であると、分野別とか社会インパクトをどう見るとか、いろいろな議論があることは皆さんご案内の通りあれば、以前の発表の中でも議論されてきたかと思います。その一方ですね、定量的な研究評価を推し進める技術というのが、研究のあり方、研究成果自体も変えつつあって、より具体的にはデジタル化、ネットワーク化、オープン化というのは、既存のインパクト計量を効率化しつつも、その先の非連続性変化を生み出しているような状況ということで、今回の発表となります。で、そもそもですね、オープンサイエンス政策というものは、包括的な科学と社会の変容を見越して、現在特に研究データに着目しています。研究データが変える社会、科学そのもの、社会そのものを変えるということで、日本でも第6期科学技術基本イノベーション計画、あるいは G7 等で、イノベーションの新たな基盤産業の創出ということで、注目を浴びているわけです。これらをひっくるめて、我々今回の発表としては、前半に研究データに着目した調査、そして後半にはプレプリントに着目した調査ということで、発表させていただきます。それで、データ駆動型社会ということであれば、もうデジタル庁内閣官房等で、デジタルで都市構想などの取り組みイメージで示されているように、世の中全体が、デジタルからのアプローチで変わっていくという中で、これらを駆動するメタ要素としては、データが非常に重要な役割を果たすことは論を待たないかと思います。これは G7 の、枠組みの中、あるいはユネスコの枠組みの中でも、やはりその、データを中心とした新しい知識を開放することによって、新しいイノベーション基盤を生み出す、産業基盤を生み出す、あるいは雇用を生み出す、あるいは、南北問題を含む、格差を解決する、SDGs に対応するというような意味合いでも、研究データが、果たす役割、あるいはその研究成果そのものをオープン化する動きというのは活発化しております。で、そういう中で、概念図で恐縮なんですけれども、我々は今、印刷ベースおよび、論文やサイテーションベースで、ネットワーク化された社会の中にいるとすれば、政策としては一足飛びに研究データでネットワークが分析される社会の方に、変えようとしていると、今その過渡期にいるわけなんですけれども、そこでですね、実際研究データがどのぐらい共有されたかということを見ることによって、こちら側の位相ですね、パラダイムとも表現してもよいかと思いますけれども、こちらの状況を把握する。で、その一方で、プリントベースの方から発展してきているプレプリントを見ることによって、全自的に変化を見ることができるのではないか。その変化を見ることによって、 DX のためのヒント、あるいは研究力、後々研究力を測る指標化につながるのではないか、ということを考えて、調査を進めているという状況でございます。で、まず最初に前半論文と研究データ公開に関する実態調査についてご紹介させていただきます。これは私どもが保有して、ナイステップが保有している科学技術専門家ネットワークに約2000名に対して70%の回答で得られたもので、それに2016年、2018年にも同様の調査をして、こちらにお示ししているような調査項目について調査しました。今日は簡単にその一部をご紹介させていただきます。まず論文のオープンアクセスに関しましては、こちらに示しておりますように、80%まで伸びてきている状況です。その上で、研究成果を広く認知してもらいたいから、オープンアクセスするとか、投稿したい雑誌がオープンアクセスでないから、オープンアクセスでないといったような意識なども把握しております。で、一方でですね、じゃあデータ公開の方はということで、実は3回調査をしてほぼ変わらず、今回2020年の調査では下がっています。これは優位に下がっているかどうかの検定等はしておりませんが、アンケート、実はここの時にアンケートシステムも変更にして、ちょっと質問の仕方が変わってしまったということが影響を受けたりとか、
あとですね、回答者が揺れているということも分かっています。つまり、同じこの3年間で同じ人が答えているのがあるんですけれども、まあ、公開してた人が公開していないというふうに答えるというようなこう矛盾が生じるような場合がありまして、回答者の研究データ公開に関する認識が、まあ、揺れていたりしていることがあるのではないかと思いますが、いずれにせよ、これ、少なくとも公開が進んでいるとは言えない状況でございます。でちなみに当然まあ分野別によって違いがありまして、これは右側がデータの公開率、縦側が論文の公開率で見ますと、まあ、相関はなくてまあ当たり前でございまして、逆に分野別の特徴というものが現れているというような状況でございます。まあ、これらを踏まえて、丁寧に対応していくということになります。そして2018年からですね、政策としてデータマネジメントプランの作成経験について聞いているんですけれども、こちらは2020年で少し上がっているという状況です。でもまあ分からないという選択肢も依然多いので、まあ政策的にはここのアピールがもっと必要なのかというような状況になっております。でちなみにそのじゃあどの データマネジメントプランを作ったかということに関しましては、当然ですが研究所生団体ですね、 JST さん、AMEDさん、NEDさんが、まあ、義務化ないしは義務化の方向に働きかけておりますので、まあ、そちらの、作成経験が非常に増えているということなども分かっております。あるいは、ですね、じゃあデータ公開しても評価されないのではないかということで、2020年からは、まあデータ公開に関する評価についても伺うことになっています。まだ残念ながら、まあ、コミュニティ機関や回答者自身でも、まあ、評価しているという割合は、まあ、それほど多くないという状況ですけれども、まあ、逆にこれデータ公開してない理由の2位というのは業績にならないからという、ちょっと今回詳しくご紹介できませんが、別の質問で聞いているんですけれども、こういった状況をまあ踏まえて今後これがどのように変わっていくかというのをまあモニタリングしていきたいという状況になっております。足早ですけれども、まあ、以上のようなことなどを今回ご紹介している調査資料で報告しておりますので、ぜひご覧になっていただければと思います。続きまして、プレプリントサーバーにつきまして、アーカイブ、バイオアーカイブに掲載されたプレプリントの分析を今年度はご報告させていただきます。まず念のためにプレプリントサーバーについてご紹介させていただきます。プレプリントというものは、まあ、論文の草稿を、まあ、主に指す原著論文の元の草稿を指すことが多くてですね、別にそのインターネットの前から共有などはされておりましたけれども、プレプリントサーバーというものができることによって、普通に論文、査読付き論文誌に出して、投稿して査読を通して出版されるのとは別ルートで、大体場合同時ですね、まあ、場合によっては先にですけれども、プレプリントを早く広く共有することによって即時公開して選手権を取るとか、あるいはまあ幅広く意見を伺うという、まあ、一種のこれも一つのオープンアクセスの姿なんですけれども、まあ、そういう姿、そういう形が物理系を中心に1990年代から進んでいた、このものがまあ皆さんご存知の通り COVID-19 によって医学系などでもまあ活発化してきているということで、まあ、我々は2017年からまあその兆しをつかんで報告して調査設計のまあデザインをしてまいりました。それでまあ今回ちょっと主要プレプリントサーバーをとりあえずどういうものなのかというのをまあ示しました。これは昨年もご報告したものなんですけれども、アーカイブですね、物理系の1990年に関して160万件以上のプレプリントを要するアーカイブを調査した結果、情報系や数学系で多いとか、その後まあ査読付き論文になったと推定されるもの以外のものもまあ存在していることなどをつかんでおります。でこちらが特徴的なんですけれども、アーカイブ内の分野の差を見てやることで、情報系が特異的な生態を持っているということを定量的に使いました。どういうことかというと、物理系では、プレプリント出した後ちゃんと査読付きジャーナルにも出すんですけれども、情報系は、プレプリントのままである。逆に、引用に見ると、まあ、物理系は査読付き論文の方を引用するのでプレプリントを引用しませんが、情報系は引用をが率が高いということで、まあ、情報系のプレプリントによる研究生態の生態を、まあ、ある程度定量的につかむなどをしております。ではこれをですね、バイオアーカイブの方に行って同様にやってみたらどうなるんだろう。生命科学系で2013年に開始して約10万件のプレプリントで調査をしてみました。そうすると分野でやはりニューロサイエンスとかマイクロバイオロジーというところが増えているということや、まあ、DOI 付与は
つまり出版、査読付き原稿等に出版されている割合も、まあ、ほぼ同様と見ていい傾向であるんですけれども、逆にですね、分野内の差っていうのが、例えばその DOA がつく、その後査読付き論文になる割合とかに関しては、ほとんど差がなくて、まあ、引用のところに多少差があるということで、アーカイブに比較すると、まあ、分野による差がまあないないしは認めづらいという状況であることなどが分かり始めています。でまあ、そういうことで、まあ、これは分野を広げていって、分野ケムアーカイブとかの、まあ、その他のプレプリントサーバーの中身を見ることによって、プレプリントを見ることによって、研究の世界がどう変わるか、ないしは研究評価の新しい姿が見えるかどうかというものを、まあ、掴むためにやるという、話になっております。でもう一つの、発表は、もう一つの調査報告としては、そもそもですね、プレプリントと査読を終わった後の原稿にどのぐらいの違いがあるのかという、まあ、議論があるかと思います。査読でどのぐらい変わるのかといったものを、まあ、比較するということが、できるかどうかということで、そのバイオアーカイブにつきましては、全文 XML をオープンアクセスジャーナルに関しては得ることができました。ちょっと説明の順序が分かりたくて恐縮です。プレプリントで公開したもののうち、オープンアクセス誌にその後登録したで出版したものというものが8000論文ほどあるというデータを取ることができましたので、そのオープンアクセス誌に掲載された8000の学術ジャーナル論文とプレプリントを比較することによって査読でどのように変わったかという話ということと、あともう一つですね、後にですね、プレプリントからオープンアクセスにしろ、まあ、査読済み、査読を通る、プレプリントの違いは何なのか、要は、平たく言えば出版されるものをプレプリント群の中から予測できるのかっていうことを、まあ、自然言語処理の範囲内で、まあ、調査もしてみました。まあ、これをやることによってですね、原著論文で、を集めた論文群だとプレプリントを集めた論文群の違いというものを、まあ、ある程度つかめるという動機のもとにやっております。でこれ細かい話をすると、まあ、非常に時間がかかってしまうので、簡単に結論だけご紹介させていただきます。こちらの右側の方のグラフをご覧いただきたいんですけれども、一番上はそのジャーナルになった査読付き論文になった元のプレプリントとその実際出版されたものの比較なんですけれども、ほとんど、まあ、自然言語処理の範囲内では差はないということが、分かりました。あと、今度はバイオアーカイブの中でじゃあ実際に査読を通ったプレプリントとそのプレプリントと似たプレプリントですね、まあ、自然言語処理の範囲内ですけれども似たプレプリントを比較しても、まあ、差はあるんですけれども、まあ、そこまで全然ランダムに違うということでもないということも分かっています。ちなみに実際ランダムにやるとこのぐらいに分散しますので、それにすると、まあ、似通っているので、まあ、言いたいのは、まあ、査読が通るものと通らないものっていうのを見分けるのは今回の手法では難しいということなどが分かり始めています。というような形でですね、だから何が分かったのかというふうに思われる方も多いかもしれませんけれども、今はこれは取っかかりです。あくまで我々の作業仮説は、繰り返しとなりますが、印刷で、および原著論文とサイテーションで組み上がっている現在の研究ないしは学術上流通の生態系から研究データを用いたネットワーク分析による生態系に転移しようとしているというふうに、位相が変わろうとしているという、まあ、まずビジョンを持ち、その位相の変化を見るということで2点に着目して、まずは研究データが共有公開どのぐらいされているかということを見ることでこの位相にどのぐらい進んでいるかということが見えると、あるいは、まあ前半のご報告で時間の関係で説明しきれなかったんですけれども、なかなかやっぱり研究データの共有を進める公開を進めるのは難しい面もありますので、それよりはまだその現実の原著論文に近いプレプリントの方をに着目してその変化を見ることによって、その
すみません、何度も前後して恐縮ですが、その変化を、まあ、見る方がより現実的じゃないかということで、2つの調査を、まあ、合わせながら、この過渡期というもののカオスな状態を、まあ、把握しようとしているというのがことを、が今回ご報告したいということになります。ということで、まとめに入りますが、まあ、研究力を定量的に測る手法の進展とともに、研究成果そのものもあり方などが変わっていって、日本のオープンサイエンス政策は研究データ利活用に軸足を置いたも政策、施策を打ち出しています。世界 もう研究データを問わず、まあ、データを中心に社会が変容していくということに、を織り込んだ活動が進んでいるわけですけれども、今回の、まあ、研究力を測るという意味においても、まあ、そういう変容する社会の中で新たな研究力を測る手法が生み出される可能性があるという、潮流でございます。で、その潮流を、まあ、踏まえてナイステップでは研究論文研究データ、まず研究論文研究データ公開のモニタリング調査を都合3回実施しております。で、今回今日、ご紹介した内容は論文のオープンアクセスに関しては8割に達しましたけれども、まあ、資金との問題があるというのはちょっと深掘り調査で分かっております。あるいはデータの公開率は5割に満たないということも分かっていて、一方でデータマネジメントプランは助成機関の要求により作成率が2割に到達している内容をご紹介しました。あとデータ公開に対する評価は、まあ、十分に行われておらず分からないとする比率も多かったと。で、この小さく書いているところはその他報告書の内容に書いてある、まとめでございますのでご参考ください。なお今年、すいません、2020年度ですね、第4回の調査を実施予定です。後半につきましては、まあ、より研究者の実活動で身近であるプレプリントの活用が研究者のコミュニケーションや研究活動をどのように変えているかというふうに、まあ、実態把握することで変化をつかむ、あるいは新しい研究評価の、まあ、ヒントを得るという目的で、まず1991年から運用している物理系のプリプリントサーバーであるアーカイブと、2010年代から進展している生物化学系のバイオカーブを調査しました。現状論文との関係、プレプリントの引用などの観点から、その特徴及び分野別特性を分析したことによって、プレプリントを中心として研究活動が行われている分野を、まあ、具体的には情報系ですけども、把握しました。あるいはアーカイブとバイオアーカイブの違い、アーカイブ内の分野別の特徴を把握しました。で、その上で、まあ、バイオアーカイブについては、プレプリントとその後、ジャーナルに掲載された論文の際についても比較してみました。今回、自然言語処理で単純に比較した場合などについては内容面での差は小さく、ご報告はしておりませんが、図表や文字数なんかも調べたんですけれども、なかなかその差は見出しづらかったということも報告書には書いております。このような形でプレプリントサーバーのプレプリント分析をすることで、学術論文の交換とは異なる研究者のコミュニケーションが分野ごとに存在していることが、とりあえず一定の定量性を持って示された。で、今後は分野を拡大する、プレプリントサーバーは他にも化学とか社会科学とかありますので、そういうものに拡大するとか、あるいは定性的アプローチですね、ピアレビューなどと組み合わせて、フォーカス、エキスパートレビューですね、などと組み合わせることによって、プレプリントがもたらす研究、成果共有の変容というのを把握する。そうすることで研究力の向上や研究評価への応用を、検討したいと思っております。以上で発表を終わります。